南西側からの前景津教会堂は、長崎県長崎市、西鉄町にあるキリスト教の教会堂である。国の重要文化財に指定されており、ユネスコの世界遺産候補で2018年に登録審査が決まり、同年6月30日に登録が決まった、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産を構成する外目の鉄集落に包括される教会である。 正式名称はカトリック鉄教会で、鉄教会とも呼ばれている。内部1882年、鉄地区において主任司祭を務めていたマルク・マリード・ロシンプの設計により建設された。その後、新都数の増加等により2度の増築を経て1909年に、ほぼ現在の姿が完成した。教会堂は相撲などに面する。 風の強い当地の気象に対応して、レンガ作り瓦吹き平屋建ての低い屋根を持つ建物となっている。お根城を整地した敷地に、ほぼ西を正面として立つ。桁雪36.3メートル、張り間10.9メートル、長方形平面の三楼式境界道で、屋根は切り妻作り平ら入り、三瓦吹きとする。レンガ作りであるが、外壁や内部天井は、 しっくり塗り仕上げとする。西側正面入り口は中央に大アーチ、両脇に小アーチの開口部を設け、要所に安山岩の切り石を張る。正面、入り口屋根上には、新郎と同じ幅の方形平面の首楼が立ち上がり、反対側の東表屋根上にも小刀がある。章の頂上には聖母マリア像、小刀の頂上には十字架をそれぞれ飾る。 側面には、霧妻屋根の入り口が、各二箇所と出する。1972年2月4日、長崎県の有形文化財に指定。1996年から翌年11月にかけて、約1億6000万円を投じ大規模な修復が行われた。2007年1月、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の、 一つとして、世界遺産暫定リストに追加掲載が決まった。2011年11月29日、国の重要文化財に指定された。境界道とともに、土地2187.0平方メートルも重要文化財に指定され、石造用壁が不指定となっている。2014年10月から、配管には事前予約が必要となった。2016年2月、 世界遺産としては、近況期に焦点を絞るべきとの指摘を受け推薦が一旦取り下げられ、7月に再推薦が決まったが、近況期を象徴する、外目の鉄集落に包括する扱いとなった。2018年6月30日、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として、世界遺産登録が決定。 AB 平成23年11月29日文部科学省国時代 165AB 長崎天草の潜伏キリシタンが世界文化遺産に決定22件目産経新聞 https://www.sankei.com/.life/.news/.180630/.lif180630038-n1 と html2018 年6月30日閲覧 ?ab 長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産に読売新聞 http:///yomiuri,cojp,culture, <エイチ> 2018631-1t5066,html2018 年6月30日閲覧。鉄橋街道と関連遺跡長崎の境界群と、キリスト教関連遺産アーカイブド2014年5月14日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、長崎県世界遺産登録推進室。 新指定の文化財、月間文化財579号、第1号機、2011長崎市内からは、直通便と桜の里ターミナルで乗り換えが必要になる便もある。両方合わせて1時間に1本程度の運行。ありがとうございます。